皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。今日はラジコン飛行機の飛ばし方第17回スプリットフラップの機体で実際に着陸してみようです。今回用意した機体はこちら、スーパーマリンスピットファイアマーク24のスケール機です。ラジコンとしては幅 1100mm、 飛行重量 1.5kg、 この手のスケール機としては非常によく飛ぶ機体です。フラップはこんな感じで、スプリットです。出している量は70度くらいでしょうか。スプリット動画で藤見さんもよく取り上げられるじゃないですか。さて、このような小型スケール機は、着地時のピッチアングルがマイナスになることが多いです。飛ぶ気のない機体が多いからです。ですが、この機体はよく飛びます。その時点で、着地時の目標ピッチアングルは0度からプラス4度です。離陸するときはしっかり助走しましょう。目標ピッチアングルですが、今回はスプリットを使用するので上の2度を切り落としで0度からプラス2度としましょう。またマイナス方向にも2度追加で、マイナス2度程度であれば、セーフです。1回ローパスします。これは失敗ですね。もう一回します。もう一度挑戦します。まあ、こんなもんでしょう。さて、今回の本題、着陸をしてみましょう。ランディングフラップ。何かが変ですね。風逆になってない。風が逆とのことです。右からの進入に切り替えます。ランディングフラップ。フラップを使用している場合、最終旋回はスラストを全然下げません。旋回終わったらほぼスラストだけ操作です。地面が近づくほどスラストが上がることに注目です。ランディングフラップ。バンクもこれで30度ほどです。フラップを使用しているとこのような急降下でも減速できます。着地寸前にスラスト上げますよ。ランディングフラップ。さて、今回は着陸のお話ですが、旋回もしていますよね。で、送信機の操作ですが、全ての操作を常に同時に行っているのが分かると思います。これができるようになるのが初心者への近道です。まずは全ての操作を行えるようになりましょう。それができるようになって初めて下手というランクに到達できます。あとは練習を重ねればきっと上手になるでしょう。まずは下手にならないと上達しません。操作をサボって飛ばすという誘惑に負けてはいけません。 YouTube のラジコン飛行機動画にもラダーは使いませんみたいな説明やスラストずっと一定みたいな動画が多いです。操作を間違えるのはいいことです。間違えたと認識して学習できますからね。操作を放棄すると永遠に未経験者のままですよ。それでは最後に着陸します。着地後は操縦桿を引っ張って機体を地面に押し付けます。次回は
プレーンフラッグの機体で同じことをやる予定です。それでは高評価とチャンネル登録をお願いします。ゆずきゆかりがお送りしました。人間ってやっぱり障害なんだ。今聞いたことないの喋ったのはそれ。はい。